こんなところで運命の人と出会うなんて。ああ、いえ、こちらこそどうぞ。ここを読めって？我はこの地を管理する者なり。図書委員ってこと？その通りなのであったって、これ何？もしかして図書室では会話禁止？あなたは一体何を探しにこちらへ？私はそれを手伝う所存であった。本、小説、面白い物語の。そなたはなぜ口をお開きにならないのか。君がね。申し訳ございません。彼女は人との会話が何より不得手だった。他の者をお呼びします。待って待って、ごめん、そうとは知らなくて。じゃあ教えてもらっていいかな。何か面白い小説ないかな。俺恋愛ものが好きなんだけど、できればハッピーエンドのがいいな。いろいろあったけど、最後には恋人同士が幸せになりましたみたいな。何かおすすめのとかあるかな。あんなちっちゃな体で俺のためにそんなに一生懸命、そんなに一生懸命。ごめんなさい、こんなのは迷惑であった。どれか好きなものを選ぶがよい。いや、せっかく探してくれたんだし全部読みたいな。うん、全部借りるよ。あら、初回利用者は借り出しカードの発行に1週間かかるのよ。また来てちょうだいね。残酷な法の壁！その本、でもそれって君のでしょ？貸してくれるの？いいの？ありがとう。そういえば君名前は？1年4組、吉本静香さんって。同じクラスだったんだ。ごめん、まだクラスメートの顔全然覚えてなくて。俺は愛城蓮太郎。ありがとう、吉本さん。